この世界に本当にアキレスって言いたいんですかね。僕はアキレスの痛さがよく伝わります。じゃあ今日はアキレスといえば鶴巻さんなんで、ちょっとアキレスの痛さを教えてあげてください。そうしろ、アキレスは？アキレスは世界一みたいです。